この子、容姿もじゃが、声がものすごく可愛いの、初めて見る顔じゃが。ああ、この子は声優だ。声が可愛いのは当たり前だな。ほう、今の声優さんとはこんなに可愛いのか。今のって言うと少し語弊があるがな。最近の声優は容姿などもある程度は必要らしいぞ。人気商売だからな。ほう、それでバンバンアニメ以外にも出ているわけか。なるほどな。ん？どうしたんじゃ？人気商売、テレビ出る、芸能人、金が稼げるってわけじゃないか！はい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 。言っておくがな、今は声優志望の子なんてたくさんいる。その中でごくごく一部の子が売れっ子になる。大半は声優だけでは生活ができず、アルバイトをしている状況じゃ。わしがごくごく一部になれないとでも、日本の頂点に立った男ぞ。さ、どうすれば声優になれるんじゃ？まったく、もうどうせ何を言っても聞かないんだから。ふむふむふむ。お！この養成所安いぞ。早速下見じゃ。ちょっと待て、秀吉、全部聞いていたぞ。なんなんだ。ちゃ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 、あ、秀吉殿の妻のおったのか。ずっといましたけど。ほっと、お前らバカだな。バカとはなんだ。あ、なんか言ったか、バカ。秀吉殿、いつもの威勢はどうした。触らぬ神にたたりなしじゃ。こそこそ何喋ってんだ。声優になるだなんとか言っていたな。はい。まったく、後先考えず、いつもいつも。そんな暇があったら領土増やさんかい。はい。大体なんだ声優って、舐めてんのか。いや、そんなことは。そもそも演技なんてしたことないだろう。自分は何度かドラマ化されてます。なんだ。何でもございません。アニメキャラのモノマネ一つでもやってみろ。え？僕ドラえ。下手くそ、やめちまえ。ひぃ。ちょっとチャチャ殿、言い過ぎじゃ。それになんか趣旨がずれ始めとるぞ。なんだ元成、お前若干キャラ薄いぞ。そんなことはない。そうじゃなくて、あの秀吉殿がかわいそうではないか。どこが。確かにいろいろ振り回されてはおるが、まあ秀吉殿だってなかなか渋い声をしておるし。渋い？典型的なおじさんの声だろ。それにあのおじさん声優としてなお売り出せばなおキャラがつくし。おじさんで声優なんて今時山ほどいるだろう。正論。もういいか、はい、論破。シンプルにムカつくんだけどこの人。だから言ったじゃろ、触らぬ神にたたりなしじゃ。養成所に通う金と暇があるなら私の手伝いでもしてくれ。手伝い？そうだ、ライブ配信始めます。投げ銭待ってます。え、なんじゃそれ、知らなかったぞ。わざわざ言わんわい。ちなみに何を配信するんじゃ。別に考えてないが、まあ私ほどの素晴らしい女なら適当に話せば一日で大儲けだろう。一日で大儲け。夫婦で全く同じ思考だ。秀吉、機材買いに行くから手伝ってくれるよね。はい。そういうわけで、じゃあな元就。ちょっと。嵐のような女性じゃ。もう少し秀吉殿に優しくしよう。